おはようございます、えー。今日は5月28日水曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。今日は10個あります。ちょっと多めなのでサクサクといきたいなと思います。で、また最後にコメントを紹介させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。まず一つ目。一つ目はマヌスですね。これがですね、マヌスで生成したウェブサイトを テキストを直接編集できますっていうことですね。っていうアップデートが入ったみたいです。これ結構嬉しいですよね。やっぱり僕みたいに素人だと、裏側のコードでテキスト編集って結構ハードルが高いんですけど、こうやってもう直接画面を見ながら、ね、編集できるって直感的ですし、やりやすいんで、これはいいアップデートですね。こういうのをね、どんどんやらせてもらえるとありがたいですね。だから文字色変えたりとか、強調させたりとか、 しっかりと編集させてくれてるっぽいですね。うん。というアップデートが入りましたよと。で、二つ目。二つ目もマヌスの話なんですけど、これは有料ユーザーだけですね。ウェブサイトを作成した時の話ですね。ウェブサイト名のドメインをカスタマイズできるようになりましたっていうことですね。で、カスタムドメインでオンラインプレゼンスを変革しましょう。 っていうことなんで、まあ、マヌスで作ったウェブサイトをま自分専用にできるよっていう感じですね。ただ後ろのやつはそのまんまなんちゃらスペースっていうマヌスドットスペースのまんまなんで、まあこの前の部分を変えるってところですね。だからマヌスっていうのは残りますけどっていうところですね。まあまあまあこれもねなんか変な数字だけの羅列よりは全然いいですよね。はい。 というのが2つ目になります。で、3つ目。3つ目は、クロードの話ですね。まあ今ね、クロード、なんかサーバーダウンしてるんですよね。エラーが起きちゃって、ログインすらできない状態になってるんですけど、まあもしかしたらこういうことをいろいろやってるからかもっていうとこなんですけど、えっ、ー、と、今現在ですね、あの、 ウェブ検索が普通に標準機能としてあるんですけどそれが無料プランの全てのユーザーに使えご利用いただけるようになりましたっていうとこですねまあこれはまた体験としてねひとまずまあのクロード使ってみようっていうふうにあのなるきっかけになるんじゃないかなと思いますはいで結構ねクロードのウェブ検索精度高いなと僕は思ってるのでこれはいいアップデートですねはいで、えー、と4つ目 4つ目もクロードになります。でクロードの、えっと、音声モードが、まあ、来るよ来るよって言われてたのが、今ベータ版が、えっと、英語圏で利用可能になっているらしいですね。だからまあ英語のアカウントだったらっていうことだと思うんですけど、はい、今使えますよと。で、今後数週間以内に全てのプランに導入される予定です。なので、まあ、こん早ければ今月末、まあ、と、月明け 6月ぐらいには、まあ、日本でも使えるようになるんじゃないかなと思ってますただ僕らの方にこれが展開された場合で日本語がすぐに使えるかどうかはちょっと分かんないですよねはいまた、あ、その音声のレベル感ですよねクオリティがどれくらいかっていうのは気になりますけどこっちもねあの同じように音声の音声モードのベータ版展開してますっていうので カレンダーを要約したり、ドキュメントを検索したりするように依頼してみてくださいっていうので、まあ、MCP 連携させたまんま会話ができるっぽいんですよね。ここに Google カレンダーのアイコンがあったりするんで、これですね。これは結構面白いかもしれないですね。はい。ちょっと期待しております。はい。で、えっ、ー、と、5つ目。 5つ目は DeFi、まあの話なんですけど DeFi でクロード d 4が使えるようになりましたよっていうアップデートですね、まあク o w ドつながりというか DeFi、まあのアップデートですっていうところですはいで6、えー、つ目も DeFi の話になるんですけど DeFi がバージョンアップしましたよと1.4.1が <laughs> リリースされましたで Web メディアのプレビューを 表示できるようになったりとか、デバッグの改善ができるようになりましたとか、あとはインターフェースも見やすくなりましたよっていう感じですね。まあ、これ僕、DeFi 使ってないんで、あのどれがどれ、ね、何がどれぐらい良くなったかとか、ちょっと体感は全然わかんないんですけど、まあ、こういうアップデートが入りましたよっていうところですね。まあ、ちょっとね、個人的に DeFi はまたあの勉強したいなと思ってるものの一つなので、なかなか こういうのはね、拾っていき,いきたいなと思っております。はい。で、7つ目。7つ目は、ノートブック LM のモバイルアプリ版ですね、スマホアプリの方なんですけど、これ公式が言ってて、まだ今のところマイノドマップの実装はしてないんですけど、結構ね、ユーザーからたくさん要望があるらしいんですよね。で、それに応えるように、モバイル版のスマホ、えっと、モバイルアプリ版の えとマインドマップをどのように機能するか検討を進めていきますっていうこうご期待って言ってるんで、まあ、将来的にはつくんでしょうねでこれがどういう仕様でつけるかっていうのを、まあ、多分今考えてるとこなんじゃないかなと思いますはい、まあ、今現状でも結構気に入って使ってるというかそんなに不満なく使えてるんで、まあ、僕としてはどっちでもいいかなとは思ってですねあの それこそ音声要約をメインで使ってるんで僕はやっぱりはいただまあある,あるんだったら嬉しいっていう感じですねはいで、えー、と8個目8個目あこれ違った8個目はえっ、ー、と j e m 3 n ですねあの Google が出してる軽量の、えー、とオープンソースモデルになるんですけどこれがスマホでも動く 高速に動くよっていうモデルで、それの早期プレビューを発表しました。これね、結構ね、良さそうなんですよね。なんかもう、向こうの,そのアメリカのアカウントで使ってみましたみたいな人とかもちょこちょこいて、結構すごいらしいですね。で、マルチモーダルなんで画像も認識できるし、動画も解析できるし、で、文字起こしも早くて精度高いよっていうので。 で、多言語対応も向上してますよと。で、日本語も対応してるっぽいですね。これ、ちょっとね、使ってみたいんですよね、個人的には。まあ、あと、あの、僕の場合は、やっぱり、パソコンのスペックがそんなに高くないんで、じゃあ、これを、あの、LM スタジオとかで使えるかどうかっていうのもね、ちょっと気になりますね。まあ、わざわざ、パソコンでこんな軽量なやつをってならないかもしれないですけど、の軽いには越したことはないんでね、ローカルに関しては。 はいこれちょっと嬉しいニュースですね。はいで9つ目9つ目は昨日紹介させてもらったあの関西学院大学さんがこう開発したこの視力回復を目的とした VR ゲームっていうねそのこういうのがありますよっていうのを紹介させてもらったんですけど実際に視力回復したらしいですね。これがが0.7 0.9とか 2.0まで回復したって本当かよみたいな <laughs> すごいっすねこれ実際に使った人たちがなんか掲示板っぽいのに書いてるやつがね載ってたんですけどでこれが表表が出てて結構回復してるんすよねこれすごいなと思いますけどねでこれが本当だったら結構やっぱ革命的ですよね まあもちろんその今回のこの研究とか実験に関してはサンプル数が少なかったりとかあとはそのこの実験に参加した人たちが20代から30代って結構若めの人たちなんでじゃあ僕みたいにねもうアラフォーですよとかそれこそ50代60代ってこう年齢が重なった人たちにどうかっていうのはねまだわかんないですけどただ一定数効果はやっぱり出てるでそこそこ高いっていうこれすごいねすごいっすねはい。 面白い実験だと思ってます、はい、で最後10個目10個目はまあちょっとなんかね法律っぽい話なんですけど AI 推進法案が可決されましたよとでまあなんかね細かいことはそんなにね決められてないっぽいんですけど特別罰則はもうあの設けないっていう考えを強調しましたとなんで今のところこんなかディープフェイクとか著作権とかまあ偽情報 に関しては、今現時点の法律で対応するってことなんでしょうね。うん、で、対応できるっていう判断をしたんでしょうね。うんまあ、この辺ね、この偉い人たちがどこまで何を考えての判断なのかちょっと僕はね押しはかれないんですけど、まあ、こういう分野はもうなんか専門家に任せちゃった方がいいんじゃないかなっていうのは個人的には思うんですけどね。はい。 ただまあ、推進していきますよっていうのは、あの国がね、ちゃんと言ってたりとか、で、あの国の,その政府の体制強化も目指すっていうふうに言ってるんで、まあ、国としても使っていくよっていう姿勢は、これから見せていくんじゃないかなと思います。はいまあ、ちゃんとねあの国、国が盛り上げてくれるっていうのはね、結構大事だなと思ってるので、はい面白いニュースかなと思いました。はい ということで、ここからはコメントを、ね、紹介させていただきますもうこの、ね。この動画を撮ろうと思って、パソコン開いて、あのもうすぐにあの気,づいた気づいたというか、もう本当にコメントいただきほやほやなんですけど、これ結構ね、昨日面白いかなと思いました。昨日の僕が GoogleAI Studio を使ってウェブアプリを作ってみましたっていう動画を上げたんですよ。 でその動画にいただいたコメントなんですけど、プログラミングの基礎力が十分高いなら、使い勝手はすごくいいですが、ほとんど素人同然だと、これを何度,何度繰り返しても、総合的な制作力は上がってこないんですけどね、で何かをリリースしたとしても、非常にレアなバグなどが起きたとき、AI が答えてくれなくなった段階で、どうするのだろうという感じですっていうコメントをいただきました。はい、いありがとうございます。 いや、これね、本当にごもっともだと思います。ごもっともだと思います。まあ、だからこそ、やっぱりプ,ラプログラミングに詳しい方とか、やっぱりあのプロと呼ばれる人たちの、まあ、力が必要な理由の一つですよね。一つっていうか、まあ、ここじゃないかなと思うんですよ。やっぱりその、単純に知識だけで解決できることってあんまりないと思うんですよ。知識だけっていうと、ちょっと、 ニュアンスが難ししいいかもしれないですけどやっぱり経験値があってでなおかつこのバグが起きるまでにどういうことをやってきたかっていうこの文脈まで理解ができるかどうかっていうのが僕は結構重要だなと思ってて人間の体もそうなんですけど今この人が目の前にいる人が腰が痛いですって言ってその腰が痛い原因をそ,そのポイントだけ見て直せるかって言ったら直せないんですよ。 その人がもう何年かけてどういう生活をしてきたかとかどういう体の癖がついてきちゃったかとかどういう考え方で生きてきたのかっていうその背景をちゃんと理解した上での治療じゃないと効果ってやっぱ出ないんですよね。でそこはやっぱりプログラミングとはいえ同じだと思うのでそこはやっぱりその経験を踏んできた人とかその文脈を理解できるまでにその経験値をね積んできた人。 じゃないとやっぱりなかなかこう問題を解決できないんじゃないかなと思ってるのでその力がない僕がじゃあ本当にこれからねいろんなサービスを自分で作ってリリースしていけるかっていうと多分無理な話だと思います一時的にリリースはできるのかもしれないですけどじゃあそれが永続的に問題なくあの、ね、使ってもらえるのかってなるとあの全然無理だと僕も思ってるのではい。 まあだからこそどこまで勉強するのかって話だしあの、まあ、そこが、ね、なかなかうまく進まなかったり、まあ、それこそ僕は専門分野じゃないんで、まあ、だからこそあの詳しい人とか今で言うと僕の,、ね、そのディスコードコミュニティの方たちってその分野の専門の人たちなのでそういう人たちの力を借りて、まあ、適材適所役割をはっきりさせた上で進めていくのがいいんじゃないかなと、はい、僕自身は思ってますね。はい まあそういう意味では僕はかなりまあ有利というかあの恵まれた立場だなと思いますねそういうあのお,ねお願いすればというか教えてもらえれば聞けば教えてもらえるような立場にいるのでまあそういうコミュニティの中にいたりとか人脈をねあのつなげさせてもらっているのではいそういう意味では僕は有利じゃないかなと思ってますはい,いあのこ,こ,こういう考えとか視点はすごく重要だと思うのではい あの改めてね考えさせられましたはいありがとうございますという感じの今日は10個のニュースとコメントを紹介させていただきました、まあ、今現状ねあのクロードがなんかサーバーダウンしてるのでこれ早く復帰してくれないと個人的には結構困るんですけどねはいまあ特別急ぎなものはないんでちょっと 様子を見ようかなと思いますけど、まあ、どうしてもの場合はチャット g p t ジェミニで代替えするかなっていうところですかね。はい。あと、まあ、このクロードの音声モードですね。このクオリティもやっぱり気になるところなので、楽しみに待ちたいなと思います。はい。というわけで、本日の AI ニュースは以上になります。では。